だからいつもね、うん、柴田がね結構あの二人にね可愛がられてるわけなんですけど可愛がられてますね。ちょっと今日は一個やり返そうじゃないかということを考えました。でなんとなくですよ、うん、なんとなく食べようかっていう流れで、うんうん、フレンチクルーラー3つ今用意したんですけど、うんうん、3人に食べてもらいます。はい。で、まあ、僕からのプレゼントっていうことで食べてもらうんですけども、明らかにですね、じゃあこれだけ赤くしときます。はいはい、うん、でちょっとさっきねロシアンウンヌみたいなちょっと流れがあったんで、あったね、うん、赤いでしょ、赤い、どれにするみたいな、うん、なんかじゃんけんとかで決めていいよ、うん、好きに食べてとか言うんで、うん、3人でどれにするかちょっと決めてください。はい。一つだけ赤いです。うん、一つだけ赤いのでもうこれがじゃあ辛いんだろうと、うん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 、みんな思うわけですね。そうですね、赤いから。でそれでじゃあ誰、3人のうちじゃあ誰が食うんだみたいなわちゃわちゃやってください。でもこのこれ一個だけ赤いやつがあるわけなんですけど、うんうん、本当は赤いのはセーフです。ちょっとこの見えてる明らかに赤いのはセーフです。なるほど。で明らかに赤くない2つだけデスソースめっちゃ入れるよ。ね、じゃあせーので食べてね、でせーのパクで、じゃあ誰が、あ、まあ、2人外れなわけなんですけど、まあ、2人当たりなわけなんですけど、柴田だけその内容を知ってる。あら、ありがたい。でも3人はこれがその赤いのがやばいと思ってる。そこら辺はね。そうだね。でも逆にこの赤いのをさ、そう食う男気があれば助かる。そう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 、ね、あの二人のどっちかがそういう男気を見せれば助かる、実は助かるっていうのをちょっとやるかなと思います。あ、いいですね。はい、じゃあなんとなくじゃあ仕掛けていきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ホワイトボーダーズいらっしゃい。らっしゃい。間違えた。今回はですね、エンゼルフレンチ会です。おお、はい、ミスタードーナツの、ミスタードーナツの、おお、いいじゃん。すごい刺激的な匂いがしますね。そうですね。なんかもう赤いし、持ってるけど。なんか、赤くないです。赤くないです。いやいや赤いし。ルール説明します、ね。はい。YouTube といえばエンゼルフレンチ。あ、はい。というわけで皆さんに立派な YouTuber になってもらうために、うん、エンゼルフレンチをご馳走しようかなと思います。やったー、イエーイ。いや、そのなんか YouTuber といえばエンゼルフレンチっていうのが全然繋がんないけど、いや立派な人がいるんだよ、エンゼルフレンチから YouTuber になった、いいですよ。エンゼルフレンチを食べれば何か分かるかもしれない。なるほど、なるほどね。というわけでね、うん、エンゼルフレンチをちょっと皆さんに今日はあの、おごってやろうかなと。いやったー、まあ嬉しいね。イエーイ、イエーイ。ただ、まあ3個用意しました、エンゼルフレンチ、うん、こんな感じです。おお、美味しそうですね。いや、ま、明らかに1個なんか変な、そう色がね、見たことのないエンゼルフレンチいたよ。多分匂いの原因それだろうな。怖え、なんだろう。で、まあこの中で、うん、この中にですね、デスソースが入ってるエンゼルフレンチがあります。ただ皆さん、分かるかもしれませんね。まあ、分かってるとは思うんですけど、まあ、見た感じは分かってると思うんですけど、まあこれをですね、話し合いで選んでください。話し合い、うん、ただただ話し合いで選んでください。絶対これ、うん、で誰が男気を見せるのか、誰が被害者になるのか、そういったところをですね、ちょっと楽しんでいただきたいと思いますので、はい、じゃあ、はい、どうぞ、好きなのを取ってください。いや、やっぱこういうのは美味しいとこは先輩に譲るべきだなっていうのがあって、ちょっと僕こっち行かせてもらおうかな。なんか圧がすごい、圧がすごい。美味しいところっていうのはそのドーナツ的に美味しいところってことだよね。だから、いやいや、だから美味しいところ俺らは持って行ってもいい。いや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 、そういうこと。いや、いつも、うん、ゆうさん可愛い後輩として見てるよって言ってくれてるじゃないですか。そうね、そうね、育てていくよってね、それを今育ててこな、うん、育ててこな。あ、ありがとうございます。じゃなくて、だから育てていこうねっていう話をしてるなら、うん、ちょっとやっぱここで死なせるわけにはいかないと思うんだよね、俺は。うん、だから俺はちょっとまだ死にたくなんかもうすぐ取ろうとするの。手癖悪いぞお前。手癖が悪いぞ、手癖が。まあ若いのは一番最後じゃろ。いやいやいや、先輩勘弁して。そろそろやろ、一番最後やと思うわ。若いのが一番最後じゃろ。いや辛いの苦手なんすよ。え、辛いのが入ってんの。いや、デスソース、デスソースって言ってるから。
美味しいやつ。いや、美味しく、いや、美味しくいただけるならいただいていただきたい。いやいや、僕はあの美味しいやつは今日いいっす。今日いいっすって、今日いいっすのよ。なるほどね、どうやら男気を見せようという方はいないみたいですね。あ、じゃあ、うん、じゃあ、うん、じゃあ俺これでええわ。じゃあうわおじゃあすごい。何言うんやと、俺だってそうだよ。俺だってこれでええわ。俺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 これがええ、うん、いいってさ。俺じゃあこれがいい。あ、ちょっと待って。どうぞどうぞ。いやいいよ、じゃあ俺これいくわ。いやいや俺これいくわ、うん、食えよ早く、じゃあ半分こして。分かった、俺が食う。あ、じゃあどうぞどうぞどうぞ。ではいいですか、あの皆さん一斉に食べるじゃない、せーので食べるじゃない、絵的にもね、絵的に、ね、分かってますね。せーのですね。いやいや、もうこんな分かってるのをさ、絵的にとか無理。1個だけやばいのが見えますけども、いいっすよ。いいんですか。いいっすよ。いいんですか。いいっすよ。やっぱりそうなっちゃうかな。もう後輩の差がすよ、こんな。いいかな。いや、なんかな、ちょ、なんかな、うん、いや、なんか聞き分けよすぎると思うね、この感じ。早い。ああ、だから俺、これはね、実はフェイクなんじゃないか、うん、あ、じゃあどうぞ。いいっすよ、これ、ね、これ食っていいっすか、もういいっすか。そうね。いや、いいっすよ、いいっすよ。本当に男気が今マジでありえ、男気が。いや、俺はね、俺はね、俺はこれ行きたい。じゃあもうそうしましょう。これね、デスソースなんかどうなんかちょっと危ういところやなっていう。まあ匂いはさ、確かにデスソース、どこから匂いがしてるか分かんない、やろ、うん、だからこれね、実はケチャップの可能性もあるかなっていう。あ、じゃあゆうさんこれで。あ、鋭い。じゃあ俺これで行くから。ちなみに、そしたら俺が生きていい。ちなみにケチャップ、マスタードもつけてます。おー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 おおおお、あ、は？ケチャップマスタードもつけてます。本当だ、マスタードもある。あ、本当だ、マスタードもある。辛いのと、あ、つぶいのだ。いろいろ入ってますけどね。やべえ、見えない。俺には見えないけどね。なんか何重にもトラップが仕掛けられているように思えてきた。これ全然わ、え、わかんない、わかんない。これわかんない。おや？わかんないわ。分かった、俺もう覚悟決めたわ。俺はもうこれ行く、行く、俺は行く、このなんかもう明らかにっていうやつ行きますもん。やだよ。おーおーおー、俺その後むせたら肋骨もう一本折れそうだよ。俺ももう明日の声はもう死んだと思っていいかと思う。ケツも死ぬね。うん、多分そうやと思う。ついでにね、もう覚悟決めたわ俺は。行った、うん、俺は行くで、俺はもうこれ行くから。すごい、いやすごいわ、でも、うん、すごいわ、読みがすごい。行く行く、これは。じゃあ俺もこれ食っていいですか。みんなで、じゃあ。いや待てよ、え、なんか一緒なんだよ。あ、今の動きは一緒だな。俺こっち行くわ。え、こっち行く。俺奥の、あ、手前の方、こっち行く。こっち行く。俺こっちじゃダメ。ダメ。なんで。もうこっち。お前さては仕掛け人だな。いやいや待って待って、いやいや、なんかその匂いがめっちゃするんだよ。お前からデスソースの匂いがする。あのね、人が嘘をつく時みたいな感じのやつって、なんかあのメンタリズムとかあるやんか。 あの感じめっちゃ出てるで。あの感じな、あの感じ、逆怪しいみたいな。なるほど、うん、じゃあ分かった、じゃあそうしよう。じゃあせーので、とりあえず指差してもらっていいですか。うんうんうん、いきましょう。せーの、これ。おお、分かりましたね、綺麗にね。はい、うん、森さん、それでいいんですか。はい、いいっす。ゆうさん、それでいいんですか。いいです。うん、俺はもう覚悟決めます。迷いはない。お、じゃあこうエンゼルヘッジをこう持って持ってね、一口でいく感じ。まあ一口で、まあ3、うん、半分ぐらいはガブッといっていけたら、いただけたら面白いかなと、はい、ああ、うわ、すいません。いやいや、先生、これ先生、どうしたの。あのあります、やつが。いや、はい、いや、でもこれも、これも嘘。なんなんこれ。先生、これもな気がする、はい、それちょっと見せてもらっていいですか。あ、だからそれくらいやったら大丈夫です。それくらい。皆さんみたいなんで、こう一口でガッツリいってくださいね。はい、じゃあちゃんと息して3人でいただきますって言って食べてください。はい、せーの、いただきます。どうでしょう、美味しいですね。デスソースやん、これ。え、うわ、めっちゃちゃんと食ったから、舌全体に
死んでる。あー、辛い辛い辛い。ちょっと予想外の反応が各所から出てるんだけど。まあ、いつもね、2人に可愛がってもらってるから、今日はね、まあ、またいつも流れで自分がこの赤い真っ赤なやつを食わされるんだったら2人が炎上するという、2人の口の中がデスソースで攻撃されるというドッキリだったんですけども、いやいや、この辛さ何じゃん。何それ、この辛さ何。最後ちょっと塗ってる。うん、最後ちょっと塗ってた。じゃあカレーじゃん。ドッキリ大失敗。あ、楽しそうですね。なんでなんですもんカレーカレーチャンネル登録よろしくね。登録したらもう行っていいよ。